はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日ね、ちょっとね、緊急でね、動画を撮ってるんですけどね、緊急って言っても、通常放送枠に当て込んでると思います。4つ目の方に入れてると思いますね。まあ、なんで4つ目で撮ってるのかって言ったら、それは、4つ目で扱う内容やと分かってるからね、4つ目の枠に、取り込んでるんで、何も、今からドキドキも何もないだろうと、言われたらそれまでなんですけど、一応知らない程度やってきますんでね。なんとね、なんか、荷物がね、届いてたんですよ。なんか急にね、ヤマトさんが来てね、発達急便でーすって言うの。あれなんか、アマゾンかなんか頼んだっけなと思ってたんですけどね。あれちょうどね、そのアマゾンの注文も届く予定じゃないし、なんやろうなと思ってたらね、なんか、でも、荷物が届いたわ、ということでございます。隠したね、これ今日も。ちょっとうちの住所が載ってるんでね。で、あれなんですけど。ね、何が届いたのか。うん、ちょっとね、わからないんでね、早速これ開けてね、中身確認していこうと思います。なんか通の方から、荷物として届いてて、県内、何なんだってことなんですけどね。まあ、もう名前見たらわかってるんで、あれなんですけどね。ただ、一応、本名は多分伏せといた方がいいのかなってことなんでね、ちょっとね、伏せておきますけど。うん。ってことで、早速ね、開封の方していこうと思います。一体、何が届いたんでしょうね。まあ、もう、だいたい想像がついてると思いますけど、まあ、というか、もう、はや、編集もしてないかもしれませんけどね。そのままたり、じゃなくてかな。あ、こういうタイプの封筒なんだ。これですね。ここに両面テープがくっつけてあって、そのまま、パッツに使えるよってことなんですけど。これ、めちゃくちゃ音入ってるから、今日ね、なんかね、バカみたいに風が強くてね、なんならこれちょっとね、届いてからちょっと日数経ってます。すいません。開封で動画を撮ろうと思ってたんですけど、ちょっと仕事が忙しくてね、なかなか、昼間に撮影ができなかったんで、ちょっと他の撮影とかいろいろ言ってましたんで、ね、さーてと、開けたら何が入ってるのか、おぉ、じゃ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 ーん。こっちに切ればいいかな。おぉ、よいしょ。おなんじゃこりゃーってことでね、届きました。これ、ベース麺ですね。三重県で、活動してる、ご当地系 YouTuber だったりとかな、いろんな結構三重県の美味しいものとかいろんな紹介とか、観光スポットの紹介とかやってるあのベース麺ですね。で、ベース麺がクラウドファンディングやってるよっていうのを、風すげーな。すさまじい風だな。ちょっと待って。ちょっと開いてんのか。うん、良くなったね。違う。肝心の本編のところをやってるときに、三重県のご当地系 YouTuber、ベースメンさんね、っていうで、6人組かなの、ね、ご当地系 YouTuber のグループの方がいらっしゃるんですけど、で、クラウドファンディングやってるよって話をね、チラッとしてたと思うんですよ。チラッとじゃないな。何時間喋ったんだっけあの動画。っていう感じでね、なんかめちゃくちゃ喋ってた動画があったと思うんですけど、実はね、その時のやつを、応募しましたよっていう動画は特に撮ってなかったと思うんですけど、実はね、私もクラウドファンディング、応募しまして、まあ応援しね、したいなということでね、やっておりましてですね、それのやつが届きましたよってことでございますね。で、何が届いたのかなっていうと、まず、まあ、ボンだったら、うちはですね、オリジナルゲストでやったんですね、こうやってね。うちわが届いて、うわぁ、映り悪ぅ。ちょっと反射してるんであれですけどね、こんな感じで、うちわが入っていて、で、これは、クリアファイルね。なるほど、クリアファイル、入ってましたよ、ってことでね。よしよしよし。で、あとは何が入ってる？これは、あれだな、サインだね、サイン色紙ですね。ってことは、ちゃんと、あれだ、封に入れてね、やってくれてますね。ありがたい、ってことでございますね。三重県、そう、三重県 YouTuber、ベース麺ってなってますね。そう。まあ、同じね、東京、まあ、私、四日市で、ベース麺は、通詞がメインで活動してるのかな。まあ、でも、すごいですよね。通から結構、熊野の方とかのお店紹介にも、ポンと行ったり、熊野から桑名までとかね。三重県全体をね、縦横無尽に行ってるんで、これ三重県以外の人にはあんまりピンとこないかもしれませんけど、三重県って言うてその、ね、縦長なんで、
北から南に行くの結構大変なんですよ。ですから四日市でやってて、うちのところはその四つ目って言って、三重県北中線って言ってますけど、これなんでかって言ったら単純な話で、じゃあいざお店紹介とかっていうのをやろうっていうふうになったとしても、熊野とかあっちの方行くのは、まあ、ちょっと難しい。というか、現状ね、仕事の予定とね、その取材に行けたりとかするところが全然全く合わないんで、全くそういったうちのところはお店紹介とかそういうのがね、全くちょっと続かずに、なってしまってるんで、まあ多分散歩系動画とかそういったような感じで、のやつで、ご当地のところのやつとかを、こっちのね、金曜日のこの4つ目の枠で入れるっていうような感じで、なんでちょ、ね、チャンネルも独立でさせるっていう方向から、ちょっと一つのね、チャンネルにまとめて、このスターステイの、一コーナーみたいな感じにね、してやってますけど、その点ね、もうすごいですよ。その三重県のご当地系としてね、がっつりとやってはりますんで、ですので、そこにね、特化してやってるってことなんで、お店紹介とかも全然やっぱお店のコンテンツ数が全然うちより多いですからね。ですから、すごく、三重県に来るときには、ためになると思いますんで、まあ、ぜひね、概要欄のところにね、またそのチャンネルのリンクとかも貼っておきますんでね、またね、気になる方はね、そちらの方も、登録していただけたらいいんじゃないかなと思いまして、まあ、うちのところとね、全然規模が違うんですけどね、うちが今390、最近ちょっとね、ショーツ、投稿を始めてから、ちょっと登録者数が増えてきてるんで、もうすぐ400人いこうかなっていう感じにはなってますけど、もしかしたら投稿してるときは400人やってるかもしれません。今のペースだと、なってるかもしれないんですけど、ベース面さんが4000、3000ぐらいいますよね。あ、じゃあ、どれぐらいいるんだったっけ、今、ベース面。今4270人か、いらっしゃるよということなんでね、もう人気、十分ね、その、ご当地系としては全然、人気コンテンツとして結構、しっかりとしたコンテンツになってますんでね、動画の投稿本数もね、446本。このね、今、うちが動画撮ってる段階でありますからね。まあ、コンテンツとしてしっかりとありますからね。まあ、うちはね、まやかしのコンテンツ数なんでね、今、うち、いくらだって、1000? うちが今、1693本、多分上がってる時は1700本になってるのかな。ありますけどね。まあ、うちもコンテンツ数豊富と言いたいところですけど、残念ながらね、まやかしのコンテンツ数でございますからね、まあ、かなりいろいろと、うちのとかは物議気にして出したいとか、いろんなことやってますからね。じゃなくてね、ちゃんとした動画としてね、400本あるっていうのは、これやっぱすごいことでございますからね。これからもね、多分定期的な活動とかを、まあ、今回のクラウドファンディングも、無事成功を収めて、活動継続もね、できますよということでございますんでね。それで、ぜひね、応援していきたいなと思ってますんでね、うちのチャンネルとしてもね、まあまあまあ、規模はね、めちゃくちゃちっちゃいですけど、まあ同じね、ご当地でやってますし、言うてね、うちも2009年から動画投稿やってるわけですから、一応ね、まあ先輩、風を吹かせようと。まあ、無理ですけどね。先輩風も一つもね、こんなところでね、こんな背景でね、こんな背景、この背景にして、こっちの方で動画撮るの初めてか、他の動画ではチラッと映ってるかもしれないけど、ね、という感じですけどね。まあ、まあ一応ね、こんな感じで、ちょっと応援できるところはね、素敵だなと思ってますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もおかしいな。まあ、ベース面並びにね、うちのチャンネルでね。まあ、両方登録するとね、きっといいことあるとね、言われてますからね。これ、まあ、三重県民はね、全部ね、全員ね、両方とも登録しないといけないっていうね、義務化しましょうかね。努力義務化しよう。うん。三重県の条例で作ろう。ヘルメットみたいな感じでさ、うん。ベースメントスターステイズの、チャンネルを登録することを努力義務化するとかっていうようなね、ここで作ろうか。よし、ちょっと県議会に働きかけてくるか。っていうところ、でやってくれるところね、一票入れますんですよ。明日ちょうど実は県議会選挙ですからね。どっかないかな、そういう方法でやってくれるところ、さすがに。知り合いでね、知ってる方で実は今回、県議会選挙もね、まあ、もうこの動画投稿してる時には終わってるか。から、多分結果も出てると思いますけど、まあ私も、明日ちょっと選挙に行ってきてっていう感じでございますんでね。まあ、どっか、そういうね、法令を作ってくれるところあったら、もう真っ先にうちの、メンバーもね、全員ね、投票させますって、どんなんや。絶対ないですからね。そういうことでございますね。という、まあ、感じでね。まあ、今後もね、何かあったら、ちょっとうちの4つ目の方なんですけど、毎週金曜日に投稿ってやってますけど、ちょっとね、変則的な形というか、
多分、伊勢鉄の乗り、え、なんだったっけ、伊勢鉄乗り、乗り、ん?乗り乗り伊勢鉄切符か、っていうね。で、行く、伊勢湾鉄道じゃない、伊勢鉄道完全制覇の旅っていうのが、定期コンテンツ的なものとしてね、流れていくと思うんですけど、こういったね、差し込みがあった場合、緊急でね、ちょっと紹介するよとかね、パッとお店紹介とかが入ったり、するときには、それを差し込んでね、毎週金曜日やっていくような感じで、まあ、あれが言うは、なんていうか、クッション材予備用としてね、もう取り溜めはしてありますんで、もう25回分ぐらいにはなるのかな、まだ編集中ですけど、になってますんで、で、間にそれを差し込んで、まあ、ちょっと放送するものないよっていうときは、あれが、あのシリーズが、埋まっていくっていうような感じで、4つ目のコンテンツをちょっと調整していくというような感じでね、うちもやっていきたいなと思ってますんでね、どうぞ金曜日もね、よろしくお願いいたします。まあ、それ以外のところはね、金曜日以外のところは、普通にのやつが流れてると思いますけど、多分ね、これ4月中に上がると思うであれなんですけど、ちょっとすいません。しばらくね、雑談動画というか、山田決算会がね、大決算会になってね、全40回かな?今のペースだと全40回ぐらいになるっていうね、わけのわからない超長編になってきておりますので、まだ実はこの後、まだね、撮るんですよ。4本目?なんで1ヶ月3月分をやるのにこんな、4本な、累計何時間喋ってんだって話なんですけど、っていう感じなんですけどね。まあ、とりあえずね、ちょっとそっちの方をね、徹底的な、解析の方をやっていきたいなと思ってますんでね。ちょっと、ゴールデンウィークはちょっと何かしら、ちょっと旅系のにね、やつ挟んだりとか、できたらなと思ってますけど、まあ、そんな感じでやっていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、多分、6月ぐらいには、この、さすがに月100本近く投稿するペース、さすがにね、キープ難しいなってなってくると思いますんで、またそのあたりはね、もしかしたら動画じゃなくて、あってですね、コミュニティの方で、文字情報でね、画像と添付資料とつけて、やらせてもらうかもしれませんので、ぜひね、ちょっとチャンネル登録しておいたら、そっちの方も見れるようになっておりますので、コミュニティの方のチェックもね、どうぞよろしくお願いいたします。定期的に多分そっちの方で、Facebook でやってたような日記的なものとかも、コミュニティに持ってくるかもしれませんので、どうぞそちらの方もね、チェックしていただければと思います。ということでね、この動画これぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。